こんにちは、金城俊則です。日本維新の会公認いただきました衆議院議員第2区から出馬しております。みんなの党の推薦もいただいております。政治信条は古い体制はやめよう、新しい未来を作ろう、子や孫たちのためにということです。よろしくお願いします。